くり霊夢です。マリサだぜ。前回に続きまして、じゃあ今回は世界のマクドナルド2022年の新メニューを紹介するよ。ゆっくりワールドグルメ。まずは明けおめことよろ、1月4日、インド。バターチキングリルドバーガー。中身としては、白黒のセサミバンズ、グリルドチキン、紫玉ねぎ。そして象徴的なのが、マカニソース。大まかに言うと、トマトやニンニクを、スパイスとバター、生クリームで煮込んだソースです。チーズとは違った乳製品の美味しさを感じられるハンバーガーである、とのことです。はい、新年早々インドの王道を行くメニューだ。1月18日、ベネズエラ、クリーミープレッツェルバーガー。プレッツェルって言うと、これだろ。確かにこれもプレッツェルだけど、プレッツェルには硬い食感のアメリカ式と、もっちりずっしり食感のドイツ式があって、このバンズはドイツ式、普通のバンズと違って、食感がベーグルのように硬くなってんぜ。日本でもウェンディーズファーストキッチンが一度プレッツェルバーガーを販売していて、食べたことのある人ならこの食感がわかるのかな。1月21日、パラグアイ、デラックスマヨガーリックバーガー。ガーリックマヨを使った分厚いハンバーガー。ジャンクフードの鏡。1月22日、アルゼンチン、ダブルビッグマックベーコン。日本でいうバイビッグマックのベーコンプラス。1月23日、ニカラグア、マッククリスピーモーニング。クリスピーチキン2個、豆ご飯、トルティーヤ、揚げたチーズ、ホットコーヒーのご機嫌な朝飯。2月1日、ポルトガル、カンザスステーキハウス。カンザス州スタイルのバーベキューをイメージしたハンバーガーで、スモーキーバーベキューソースにフライドオニオン、そしてリンゴのスライスをサンドしました。スライスしたリンゴ、うまいでしかね。2月2日、イギリス、チキンビッグマック。ついについについに、あのビッグマックがチキンになりました。なんだと。クリスピーチキン2枚にチーズ2枚、レタスオニオンピクルスビッグマックソース。カロリーは普通のビッグマックと比べて50キロカロリーほど増えております。揚げてるからね、しょうがないね。6週間限定のテスト販売だったんですが、わずか2週間でイギリス全土で完売。その結果を受けて8月にはアメリカに本土上陸。そこから1年以上の間、ヨーロッパや南米、アフリカなど、じわじわと世界に広がっていきました。日本は、2月4日、韓国、アラビアータリコッタチキンバーガー。チキンフィレにごつ盛りなんてこったリコッタチーズ。唐辛子の効いたアラビアータソースでどうぞ。3月24日、シンガポール、北海道サーモンすごい。サーモンフライに千切りキャベツ、ローストごまマヨネーズですごい。すごい。4月6日、エクアドル、マックフルーリータンゴ。エクアドルで人気のお菓子、タンゴを使ったマックフルーリー。ロッテのチョコパイみたいなもんですね。4月25日、マレーシア、バーガーサムライ。サムライマックには、全く似ていません。日本にありがちな、照り焼きソースをあるだけ絡めたうまいバーガーです。ビーフまたはチキン煮のパティにレタスと照り焼きソースにマヨネーズ。ほぼ照り焼きマックバーガーやんけ。マレーシアでもあの味が食べられるなんて嬉しい。4月30日、タイ、クリスピーチキンカレーライスマック、カレー。東南アジアのマックではお米のメニューが多くあって、2022年はチキンカツカレーが登場。マックのあのチキンでカレーが食べられるぞ。野菜が土正方形で小さいのはご愛嬌ね。5月1日、マレーシア、マックシェイカーシーウィードポテト。海苔塩味のフライドポテト。日本では2013年にシャシャカポテトの一つにありましたね。5月3日、クウェート、マッシュルームオムレツマフィン。マッシュルームとチーズを包んだオムレツを朝マックのいつものマフィンでどうぞ。5月4日、フィリピン、フレーバーオブアジア。チーム日本からは、エビバーガー。日本のエビフィレオと似てるけど、こっちはよりザクザク感を強調したフライです。
チーム韓国からは、ケイチキン。日本でいうチキンフィレオに、辛味の効いたホットソースをプラス。肝心なお味はどうだ？5月10日、オマーンこれは見逃せないブルーベリーサンデー。ソースの色が濃。5月12日、マレーシア、バーガー将軍、バーガー相撲。テリヤキマックバーガーがバーガー侍だったね。そこに卵をプラスしたのが、バーガー将軍。当然の権利のように侍から将軍にレベルアップしてるのはなぜ？テリヤキと卵のチームワークでその倍が、バーガー相撲。将軍より力士の方が上なのか。マレーシアのネーミングとはわからんものだな。5月15日、エジプト、ポテトウェッジ、バターミルクランチソース。親の顔より見た細いポテトでなくて、ケンタッキーっぽいお太いポテトもどうぞ。5月24日、ニカラグア、ヌテラパンケーキストロベリーソース。ヌテラコラボのチョコソースとストロベリーソースのパンケーキ。5月28日、グアテマラ、スパイシーチェダーポテト。ポテトに新味チーズソースでどないでっか。6月3日、オマーンこれも辛いホットなやつ、スパイシーアジアンバーガー、パチキでしょ。6月10日、イングランド、クリスピーチキンイタリアーノ。クリスピーチキン、モッツァレラチーズ、トマトオニオンレタスにジェノベーゼソース、サブウェイで出して。7月5日、フランス、わさびシリーズ。わさびソースのフィレオフィッシュと、わさびソースのチキンマックラップ。わさびバーガー、日本でも見ないっすね。7月20日、ウルグアイ、ダブルエッグ。パーンとしたふっくら卵がダブルの朝マック、ひっそりチーズも1枚嬉しくて感動で。日本来ない？7月21日、ベネズエラ、チキンマックバイト。ナゲットのもっとちっちゃいやつ、パパパッとつまんで、終わり。8月4日、ノルウェー、大胆なチーズトップスバーガー。小さいチーズボールフライを4つ挟みました。実物はこちら。噛めばとろりと、チーズが溢れるハンバーガーになりました。重いぞ、絶対重いぞ。8月5日、ドイツ、ホームスタイルハニーマスタードベーコン。サクサクチキンにベーコンチーズ、レタスにフライドオニオン。たまらないぜハニハニーマスタードソース。日本にも、ダイナーハニーマスタード、として2014年に似たメニューがあったね。これを日本でレギュラー入りさせろ、主要が足りんぞマクドモン。8月27日、タイ、焼きエビと春雨のパイ。絵に描いたような態度直球のメニューだー。8月30日、イングランド、ハルーミフライ。熱に強くて溶けない、ハルーミ、という種類のチーズを使ったサイドメニュー。揚げても溶けないから、キュッキュとした独特の食感と外のサクサクのフライが楽しい新提案。あ、確かに断面からチーズがこぼれてない。10月13日、タイ、クリスパーフライズ。さっきの太めポテトとは違って、こっちは V の字にカットしたポテトです。薄く角が多い切り口になっていて、サクッとザクッと食感が楽しくて美味しいらしいっす。楽しい。お客が熱中するわけだ。10月20日、韓国、ペパロニピザバーガー。ピザバーガーってなんだよ。2022年のサッカーワールドカップに合わせて発売。パティ2枚にチーズ1、ベーコンではなくペパロニを。トマトレタスにこれまたピザソース。そして可愛いサッカーボール型のバンズで、韓国が送る三位一体のカオスブレイク。10月21日、フィリピン、クリーミーマッシュルームスープ。マックではなかなか見かけないスープが登場、クリーミーなスープでパンとも相性バッチリ。11月7日、イギリス、アルティメットゲーミングチェアー。は？マクドナルド専用ゲーミングチェアーです。ヘッドレストやランバーサポートはもちろん、両方の肘掛けのサイドにトレイを装備。ハンバーガーとポテトを保温できるホルダーであり、ナゲットソースをダブルバレットで搭載もできます。また、表面は油汚れに強いコーティング、汚れをすぐに拭き取れるナプキン掛けも完備。泣けるぜ。
11月8日、ニカラグア、ワールドカップバーガーディップソース。こちらもサッカーワールドカップ関連の新メニュー。メキシコシコのハラペーニョソース。アルマニアのマスタードソース。そしてアルゼンチンチンのパセリソース。あれ、バーガーディップソースって何なのぜ、ナゲットソースとは違うのぜ。ナゲットとは違うのだよ、ナゲットとは。マクドナルドのバーガーディップソースはこう使う。怖いなのか。11月25日、パラグアイ、シグネーチャーバーベキュー。ビーフとチキン、しっかり炒めた玉ねぎたっぷりにこってり系のバーベキューソース。12月28日、チリ、マックフルーリーフライドポテト。甘いマックフルーリーにしょっぱいポテトをぶっ込みました。年末やささいこんぐらい許してね。